11月4日金曜日から12日火曜日までの5日間、東奈良市のにある奈良市,の市総合教育センターにて総合教育展覧会が開催されました。すべてを観覧するのに約1時間。今年の夏を中心に自由で表現力豊かな絵画や繊細に裁縫されたエプロンやティッシュケース、柔軟な発想力で工作された製品など、秀逸な作品がたくさん展示されていました。 今回は各所にテレビモニターが設置され会場内では動きを見せられない作品の動画を流すなど来場者にアピールする主催者側の工夫もされていました私にとってのこの展覧会は子供たちの発想や丹精に触れて自身の発想を磨く機会でもありここで得たひらめきを習志野市のちづくりにつなげていきます素晴らしい作品を見せていただいた子どもたち そして、機会を提供していただいた学校や教育委員会の職員の皆さん、ありがとうございました。